絵本修草の山父、土佐お化け像紙の山和山寺または山父は日本に伝わる妖怪の一種。一つ目一本足の寺の姿をした妖怪と言われる、土佐民族学会発行による近世土佐妖怪資料によれば、高知県をはじめとする四国地方に伝承されており、身長が3から4尺、全身にネズミ色の短毛が生えており、目は二つ目だが、片方が大きく。 片方が非常に小さいため、一つ目に見えるとある。一つ目の伝承は、この一つ目に見える二つ目が誤解されて伝わったものとも、言う。イノシシや猿などの骨を、まるで大根のようにたやすく噛み砕くほどの頑丈な葉を持っているので、漁師たちはこの山地位を餌でて名付け、狼を追い払うのに使っていたという。人間の往来する道に現れることもあるものの、人に見られることはなく。6 七尺置きに一足ずつ、木根で押したように丸い四寸ほどの大きさの足跡を残すという、とてつもなく声が大きく、その叫び声は山中に響き渡り、天地を震えさせ、この葉を落とし、付近の木や岩を動かすほどという、この大声で鼓膜を破られて死んだ者もいると言われる。山地はしばしば人間に大声比べを挑み、漁師が自分の声と見せかけて、 銃声を鳴らして任すといった昔話が四国各地に見られる。しかし銃声で騙されたことに気づいた山あは、雲に化けて相手の家に忍び込み、寝込みを襲って恨みを晴らすとも言う。また漁師は、大声比べに備え、大晦日の晩に伊勢八幡大菩薩と祈りながら作った銃弾に伊勢八幡大菩薩の名を刻み込み、常に携帯していた。この銃弾は、かつての漁師は、 必ず一つは携帯していたと言われるもので、狙わなくても命中するが、携帯していると一度は必ず妖怪に出会って、しまうという不思議なもので、山爺に対してこの銃弾を撃つと言ってと脅すと、山爺は恐れをの,のいて逃げ去ったという。また、人の心を読むという話もある。徳島の古書、阿修吉雑話などによれば、夜の山小屋に、木こりがいたところに、山父が現れ、木こりが恐れたり、 いっそ殺してしまおうかと考えると、山父がその考えを読んで次々に言い当てたが、焚き火の木が山父にはじけ飛んだところ、山父は自分が読み取れなかった出来事が起きたことに驚いて逃げ出したという。性格は同じ山の妖怪で人を襲うとされる山馬などに比べると比較的おとなしく人に騙されることもあるというが、子供や家畜をさらうという伝承もある。また山卜同様、 山爺も人に富をもたらすという説もある。かつて、高知県物部村の中尾という者が山爺に高き火の種をもらい、それを巻くと大豊作となった。その年の末に山爺が現れ、餅が欲しいというのでたくさん食べさせた。翌年も大豊作となり、さらに多くの餅を山爺に食べさせた。この繰り返しの挙句。 山爺は三友の餅を平らげるほどになったので、家計を危ぶんだ中尾は、餅と偽って、焼き石を食べさせ、熱がる山爺に茶と偽って、熱い油を飲ませた。山爺は驚いて逃げ帰り、途中で命を落とした。以来、豊作だった中尾家は一気に衰えてしまったという、土佐国の妖怪談を綴った土佐お化け像紙には、馬で荷を運んでいた男が、山父に荷を食べられ、 しまえには、馬まで食べられてしまったという話がある。この挿絵の山父は伝承とは異なり、日本足で描かれているが、これについては、伝説上のものは一つ目で一本足の妖怪。昔話におけるものは、人間と同じ姿の巨人とされている。ありがとうございます。